失礼します。おはようございます。ようこそお越しくださいました。僕は真ん中。はい、真ん中です。はい、あ、おはようございます。この度チーム CWX が結成されましたが、一郎さん、そうそうたるメンバーですよね。いや、いいんですか、僕キャプテンで。大丈夫です。もちろんです。どんな印象がありますか。いや、僕キャプテンやったことないですよ。まあ、キャプテンの資質に欠けていると言われてきた人間なんです。ことはないと思います。これはもうハイリスクです。ただリスク取らないとやっぱ成果は出ないですからね。大きなリターンを期待します。はい、はい、まあ頑張ります。川西さん、一郎さん、キャプテン初めてということですけれども、キャプテンとしてどんなことを期待されますか。はい、そうですね、テレビでさまざまなシーンで一郎さんが活躍されているときに弊社のその CWX 入っていただいてとか見たことはあるんですけども、今回実際に拝見させていただいて大変光栄です。それでまた、一ついいですか。何気慣れてない雰囲気が出て。いや、そんなことない。僕社長ですよ。社長来てないでしょ。いや、大丈夫です。やってますか。そういうのバレますから年1回ぐらいはちゃんと来て、はい、走ったりしてください、ね。はい、はい、ありがとうございます。期待しております。実際に一郎さんのこの CWX の着用しているお姿はちょっとこなれ感がやっぱり違う。いやいや、それはそうですよ。何年着てると思ってるんですか。はい、それはもう歴史がありますから。ポットデッドは違う、ね、それはそうです。はい、はい、大丈夫です。この後も一郎さんにたっぷりとお話伺ってまいりたいと思います。はい、では川西さんには一旦ご登壇いただきます。後ほど就任式で再度ご登壇いただきます。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、改めまして一郎さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかやっぱテレビの感じですね。なんかテレビの感じですか。テレビでなんかドラマとかで見る景色ですね。はい、バシャバシャとこうした中で、うん、お話を伺ってまいりますが、早速ではありますが、はい、チーム CWX の発足と CWX のブランドコンセプトを体現しています一郎さんのキャプテンの就任を記念いたしまして、こちらをご用意しております。どうぞ。